好きなもの、宝塚、歌舞伎、相撲、フリーアナウンサー、青柳まみです。チャンネルご訪問ありがとうございます。今回は、おうち時間を充実させたいというあなたにお届けします。ティータイムに変化を加えてみませんか？ティータイムに変化を加えるアイテム、それはお抹茶です。私の憧れのアナウンサーの先輩にも、家でお抹茶を立てることで気持ちを切り替えているのよという方がいらっしゃいました。今回は伊豆美術館の茶室をお借りしまして、どんな場所でもお茶を立てられるようにと考案されたお点前を教わってきました。ご覧ください。伊豆尾美術館は小林一三の画号伊豆尾を冠し、昭和32年に開館しました。伊豆尾が収集した美術工芸品5500件を所蔵、それらをもとに年数回の企画展を開催しています。池田文庫は茶の湯に親しんでもらうための場として、茶室が複数設けられています。昭和24年に廃校となった学校の廃材をもとに建てられて以来、教室として使われ続けている古彩庵。伊豆尾が愛した茶室、大正庵。小林一三記念館、画族三層には、碑院、人画亭、畳の上と同じ視点で喫茶、拝見ができるよう、昭和12年に作られた側庵があります。伊豆尾が使っていたその茶室を美術館に再現したのが、ここ側進庵です。今回講師をしていただきますのは、茶道裏千家助教授でいらっしゃいます田中克代先生です。先生はどんな方にもお茶を楽しんでもらいたいと、車椅子をもてなしたいという活動もしていらっしゃいます。先生、今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。先生、早速なんですが、はい、お茶を立てる、これもまたいつも紅茶は入れる、コーヒーは入れる、日本茶は入れるとは言ってもちょっと離れてる方も多いかなと思うんですが、どんな方でもどんな場所でも楽しめるお点前があるそうですね。そうですね、私がおすすめしておりますのは、茶の湯の入り口と言われております盆略手前という作法なんですね。お盆の中に茶碗、それから茶を立てる茶筅、夏目、福茶巾、すべてが入っておりますので、もう海外でも、それから外でも、和室でも洋室でも、どこでも茶筅にできて、椅子でももちろん楽しめるお手前があるんです。では早速そちらを教えてください、ね、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。まずは左手でこの福さという布なんですけど、これを3分の1内側に折れますか、はい、はい。そのまま自分のこのまま抜いてきまして、自分の正面に持ってくる。綺麗ですよ。右手で上のものを取って、左で迎えに行って、まっすぐ三角形、逆三角形、これをふさ畳と言います。で、左手3本の指で、そのまま、そう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 、上手上手。そして左手ずっと上がってきまして、3つに折ります。はい。で、正面に、はい、持ってきて、で人差し指で中に漢字の1の字で、左手に巻きつけて、右側で持ち上げます。そう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 。そして先生のは綺麗とんでもないこと。はい、それでは左手で、ちょっと半分に折りましょうか。はい。では中指だけ残して、このように持ち、そうです、そうです、そうです、はい、で左手で夏目という入れ物を、はい、
取って自分の前まで持ってきます。その時に、右手のふくさから人差し指が出ます。はい、で持ってきまして、蓋をこの字、ひらがなのこの字ですね、このように向こうのこの向こうを手前とひらがなでこの字を書きます。はい、で開いて、でそうそうそう、で向こうを手前拭いて、右側にずっとそのまま抜き切ります。あ、上手ですよ、そこ、そう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 、そしてお盆の左側、左側、そうそう、そちらに置きます。はい、はい、ではこのまま打ち返します。左手に、そうです、そうです、そうです。そうしましたら、この上のところを取りまして、また左手も返します。はい、構えて左側3本指、そしてそうそう、上手上手。そして上に上がってきて、はい、三つ折りにして、はい、そうです、さっきと一緒、あ、綺麗になった、綺麗。そして、一つの一の字を書いて左手に巻きつけます。今度は折りません。このまま左手に右側を取って乗せてください。そう、上手。そうしましたら、次茶しゃくというそのスプーンですね、はい、それを横から、上か横から持てますか。そうです、ここ、ここ、あ、ここ、そうそうそう、はい、そして本のページをめくるように上向けれますか。そうそうそう、そしてそのままここの上に置いて、で、まず3回拭きます。上を拭き、で戻ってきて、横を拭き、そしてもう一回戻ってきて拭き切るということをします。そう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 、はい。そしてこれが5、このここに時計盤でいうと5時の位置、そのまま上向けて置きますね。中に入れてしまいます。持てる分だけ残して、そう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 、でそのままもうこれはこう持ったまま、斜線を親指と黒い紐のところをもうそう持って、そうと、これをちょっと時計盤に見立てますと1時の位置に置きます。手が震える。大丈夫大丈夫、ゆっくりゆっくり、はい、そう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 、上手上手。そしてその茶巾という白い布巾をそのまま上を持って、そのままスライドして3時の位置に置いてください。そのままの角度、そうです、そうです、そうです。そうしまして、今度はこのふくさをポワンと開き、右手で右側を持って、ティーポットを左手で持てますか。はい、はい、そしてこれをひっくり返して蓋を、はい、はい、そうです、そうです。で、あとはそこに、はい、茶碗にお湯を注いでください。はい、このまま、まずこのままで大丈夫です。これくらい、はい、茶筅がちょっと沈むくらい、これぐらいですか。はい、大丈夫です、はい、そのまままたこう上を向けておいて、ティーポットを、はい、ティーポットを、はい、置いてください。はい、そうそう、上手上手。そしてこのまま今、はい、時計の9時の位置に横を向けて、はい、お盆の中に置いておいてください、はい、それでは今から茶筅通しをします。はい、茶筅を右手で持って、はい、なんかドキドキしてる、ドキドキする息をゆっくりして、はい、はい、そしてで茶碗を上から押さえて、はい、まずお茶碗の今度は3時の位置にコツンと置いてください、はい、そのまま離して、はい、パンと離せますか。それごと茶筅ごと離す、はい、そうそう、つるっと中に入ります、はい、親指と その持つところを上げて、で目の高さまで持っていって、折れてないかしら、大丈夫かしらっていうのをチェックしています、はい、で手首いっぱい内側にぐるんと回して、そのまままたお茶碗にコツン とそのまま回った角度のままコツンと置いてください、はい、コツンとしたらそのままポイッと置いてください。でまた上側を向いて、また持ち上げて、そして持ち上げて、で自分お客様にこんな折れてないかしら、大丈夫かしらっていうのに手首いっぱい、手首前、はい、そのそうそう、そしてコツンと、そうすると一周回ってますでしょ。回りました。はい、それで全部折れてないかのチェックをしています。はい、はい、ではまた親指と紐のところを持っ
ってサラサラサラっとお茶碗全体にお湯をくぐらせて、温かいモンドをくぐらせています、はい、そしてのの字を書いてそのまま持ち上げて一字の一字先ほどのように置いてください。はい、この懸垂というバケツにしてますが、はい、右手で取って、はい、左手に持ち、右手でまず持って左手に持ち替えて、はい、左手片手で結構です、はい、ここに自分側に、はい、そうです、そうです、はい、そう、上手できました。でこれから今からこの中を布巾で拭いていきます、はい、だんだん今から立てる準備をしてるんですけど、はい、右手で先ほど置いた部分、そうですね、そこをこの茶碗の中に入れてください。茶碗はここでいいですか？はい、そこで結構です。はい、はい、お茶を立てる準備が整いました。茶しゃくという木のスプーンをちょっと握り込んで取っていただきますか？上から、はい、取ったら、はい、取っていただいて、はい、そうしまして、今度は夏目を左手で横から取ります。はいはい、はいはい、で、茶杓を握り込みませる、握り込んで、はい、蓋をその残った手で3本の指で蓋を、はい、ね、取ります。そうです、そうです、はい、そうしまして先ほど木のスプーンの茶杓があった位置に蓋を置いてください。そう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 、そして茶碗の中に普通にスプーンを持つように持って、普通のスプーン持ち、さぞ普通のスプーンを持つように、はい、持ち帰るのもドキドキします。はい、であの山の向こうに、これ2杯入れます。向こうから1杯入れて、はい、ざっと入れてください、はい、もう1杯、ここがあの加減なんですね。濃い人が好きな人はたっぷり入れたらいいし、はい、薄い人が好きな人はちょっとでいいです。はい、一応 2g お湯 100cc、はい、っていうのが目安と言われています。多くない？ちょっと多いですね。はい、はいはい、はい、はい、いいですよ。そして、そのまままたこう握り込んで、お茶碗のと三時の位置でコツンってちょっと払いましょうか。縦にして、さあ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 、コツン、はい、いいです、いいです。そしてそのまま握り、また茶色握り込んで、今度蓋をまた取るために、そうです、そうです、で蓋をしてさっきの位置に置きます。そう、よくできてるわすね。はい、じゃあ五時の位置ですね。その上を向いて、上向けて、はい、そうです。そうしましたらまたこれからお湯を入れます。はい、はい、右手で、この服装を取って、はい、どちらでもいいですよ、はい、取っていただいて、この右側を持ちます、はい、で、打ち返してティーポットの蓋を押さえます。はい、はい、はい、ざっと入れてください。ざっと入れてください。ざーっとざーっと、もっと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 、はい、それぐらいでしょうか。はい、はい、ティーポットを置いて、はい、はい、はい、でまた上を向けてそこに置いておきます。はい、はい、いよいよ立ててください。で右手でさあ取って茶碗を左側で押さえて、はい、はい、あとはどうぞ割と大胆にぐるぐる回しているとこう、うずうずのままで混ざらないので、はい、縦に、はい、縦た縦に、はい、縦縦、そうそう、あ、いい感じ、いい感じ、ずっと底から、そこから、そう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 、いい香りがしてきました、いい香りがしてきましたか。で、ある程度立った段階で、はい、今度はちょっと多分表面がまだ泡があるかなと思いますので、はい、しっかり立てていただいて、結構押さえつけていいんですね。結構押さえつけて、そこからガーッと立てます。で、そうすることによって空気が入りますの で、あとはちょっとその泡ある程度できたかなと思ったら、ちょっと今度は少し上積みというか、上をこう泡を整えるという、泡が小さい方がいいんですよね。上手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 。先生優しいです。はい、上手上手。そしてのっていうひらがなののの字を書いて、そのままプッと上に上げますと、こうラテのように。ああ。抹茶ラテが。はい。ね、でそして先ほどのように一字の一字に置きます。あ、完成しました。はい。そうします。はい、どうぞご自分で召し上がりになられます。
で先生に差し上げるのは恐縮いただきます。いただきたいです。もちろんです。ありがとうございます。これどのようにお出ししたらいいでしょう。はい、では右手で茶碗を取り、はい、そこは左手にしっかり自分のこの、はい、太ももの上まで持っててしっかり乗せて、そこは正面になっているので、はい、お客さんにその正面を見せるために向こうから90度、はい、そして向こうから90度で、はい、そうすると反対向いてるはずです、はい、それでここにお客さんの客の方にどうぞ。そうでいいですか。はい、あの一応右手で出しましょう。頑張れますか。はい、はいはい、ありがとう。わーわー、お上手、きれいきれい。ではあのお手前頂戴いたします。嬉しいです。感激、ドキドキ。あ、おいしい。もう上木さんのあのおもてなしと心がいっぱい詰まってます。ありがとうございます。嬉しい。おいしい。先生が召し上がってくださるときに、うん、ああ美味しくいただいてくれるかな、どうかなとか、うん、なんか今までにないような気持ちがいたしました、うん、ああそうで、あのそれがなんか第一歩に感じていただければ嬉しいです。やっぱり用意したものが美味しく感じてもらえるかなって思いますよね、はい、でもすごくお客さんとしては美味しかったよってあの言えたらそれが一番かなと思います。なんか普段にお茶を入れるのと、うん、もちろん感じるんですけれど、それ以上にその思いが強く感じるっていうのは、お茶ならではなのかなって。そうですよね。それまでのいろいろ道具やいろんなしつらえ、お菓子なども全部トータルに一生懸命考えてくださった青柳さんのおもてなしの気持ちが本当に伝わりました。先生がね、今回は全部ね、いろいろこうアイデアを出してくださったからなんですが、この盆略点、盆略出前、こちらというのはまた違った魅力がありますね。このお盆の中の、これたったこれだけなんですけれども、浦仙家の家元で13代の円能斎鉄柱大宗匠が、外国人の方でも正座が苦手な方でも学校教育にでもいつでもどこでも楽しめるというお点前を、和室でも洋室でも楽しめるという盆略出前を草案されまして、こちらの小林実王様も大変お気に召して、盆略出前で皆さんをおもてなしされたそうです。和室がないとか、うん、もしかするといろいろ理由付けをして離れているのかもしれないですが、うんうん、このような形ですとお家でお客様をこの形でもてなすこともできますね。そうですね。お客様の前でお茶碗を温めたり、道具をチェックしている様子もご覧いただきながら、その方のためのおいしい一服を立てて、見て、あのそのパフォーマンス自体をご覧いただくのは素晴らしいおもてなしじゃないでしょうか。先生はどのようにこの茶の湯と今の人たちに付き合ってもらいたいと思われますか。こういうおもてなしの感覚をお客様と一緒に同じ時を過ごせるっていう、そういう気持ちがあれば、コーヒーや紅茶をたしなむように抹茶を楽しんでいただけたらと思っています。お客様と一緒に楽しむおもてなし。そうですね。決してそんな立派な道具がなくてもいいんです。あのご自身で、まあ、見立てといいまして、あのこの入れ物に抹茶を入れる入れ物にこのコップだったら合うんじゃないかなとか、あのティーポットもご自身のものでいいですから、あの身近なもので楽しまれてはいかがでしょう。揃えなくちゃと思うのではなくて、今あるものを使ってみる、はい、まずはやってみることですね。やってみることですね。ぜひ始めてみてください。盆略手前ご紹介しました。いかがでしたか。今はボタン一つで美味しく様々なお茶を入れられる時代になりました。これもとっても便利なことで、私もよく使っています。ですけれども、お手前には支度をしてお抹茶を立てる、そこまでの過程そのものを楽しむことができる、その時間の変化が心の豊かさやリフレッシュにもつながるように感じました。まずはお抹茶と
茶筅があれば始めることができます。もう少し道具を揃えたいなというのでしたら、こんなものはいかがでしょうか。こちら、こういった形で一つの、ね、セットになったものもあるんです。中にはこちらね、茶杓、そして野立用の小さい茶筅、そしてもちろんお抹茶碗とセットになっています。こういったものはインターネットで探すことができます。入門用にはちょうどいいのではないかなと思います。私は堺市にあります文化観光施設堺慈照の森でこれを見つけました。田中先生がおっしゃっていたように、身近にある器を道具に見立ててももちろん大丈夫です。まずはご家族へのお茶の用意に、そしてご自身のために、そしてお客様のおもてなしにと、盆略手前取り入れてみてください。今回ご協力いただきました阪急文化財団の皆さん、そして分かりやすく教えていただきました田中克洋先生、ありがとうございました。最後までご視聴いただきましたあなた、ありがとうございます。チャンネル登録、いいねいただけましたら幸いです。それではまたお会いいたしましょう。